良平です。よろしくお願いします。本日は撮影のお手伝いを皆さんにしていただいて、撮影やってるんですけれども、グローブ好きな僕からしたら、ちょっと皆さんのグローブが気になってしまったので、皆さんにグローブのこだわりなどを聞いていきたいなと思います。で、今日撮影で使ってるのが、新しく買った Z のあるソフトバンクの選手のモデルのグローブを使っています。片付けを若干したんですけど、小指2本でまだちょっと閉じないので、どんどん使って柔らかくしていこうかなと思っております。では、この後ちょっと皆さんのグローブを紹介していこうと思います。本日はありがとうございます。はい、ありがとうございます。で、まずちょっとグローブ紹介でございます、はい、これメーカーはミズノのビクトリーステージっていう、本当に10年以上前ぐらいな、もう化石グラブですね、懐かしいですね懐かしいですね。ちょ、モデルとか誰のか覚えてないです、ね、多分岩田選手モデルなんです。岩田選手、何も気にせず買ってたんでそうですね、はい、IB ラインが入ってて、指股がなくて、はい、このウェブなのが岩田選手、はい、僕も使ってたんですよ。あ、そうなんですか。だいぶ使い込んで、そうですね、肩だけにはちゃんとここにポケットできるように、すごい苦労しました。こだわりはじゃあやっぱ肩が、肩ですね。じゃあちょっとはめさせてもらっても、どうぞ。ありがとうございます。あー、出来上がってる親指しっかりしてますね。あ、そうですそうです、親指しっかりします。人差し指の下、ウェブ下あたりでしっかりと取るように、そうですね、しっかり深く取るような感じです、ね、本当にこれ井端選手と似たような型の作りしてるので、井端選手もこういった丸めた型を作ってるので、はい、そうなんですか。はい、井端選手全然見たことなかったんでまあやっぱグローブに合った型してるなっていう、はい、あ、すごいフィット感もあっていいな、はい、羨ましいグローブです。ありがとうございますありがとうございます、ありがとうございます。僕の高校の同級生です高校の時に買ったミズノのグローバルエリート公式用ですね。そんなにこだわりはないんですけども、網が、十字が僕は好きじゃないので、この感じのグローブもう8年ぐらいか、そうです、ね、ずっと使ってます。ありがとうございます。もう手入れしないから汚いんだよね。久々に握ったわこのグローブまあ元々やってもらってたからね、はい、僕高橋くんのグローブ磨いたりとかもしてたので磨かせて、あ、いや磨いて、もう磨かせてたんですよね磨かしてって言って勝手に磨いてたので、懐かしいなっていう。ちょっとあんまり手入れしてないからちょっと汚れてたけどさ、わわわわわちょっと久々手入れしたい感じがある。そうですね、グローブです。ありがとうございます。ミラです。先輩、1個先輩でお願いします。とんでもないグローブ持ってますね。アトムズですね。型番僕よく分かってないんですけど、ジュテルレザーのグローブです。はい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 。まあ、大体この親指と薬指の間、ここら辺をくっつけるような形で使ってます。なんかこだわりとかってありますか？革じゃないですか。あ、もうそこの革が良くてこれ買っちゃった感じですね。今年6月7月ぐらいに買いました。で、今ちょうど使えるぐらい。どちらで？あのモンタナスポーツさんで。さすがですねいいですか、はめさせていただいて、はい、ありがとうございます。合っとるやんお前合っとるやん。握ってことあります。大丈夫です。あ、深いですね。深い深い。僕こういう、なんていうんですかね、当て取りとかっていうのはできないので、もう掴む、はいはいはい、がっつり掴むタイプ。ただポケットが長いかなっていう、当てたら下に入ってきてくれるような、うん、そうですね、こう取っても、まあ、ここにちゃんと収まってくれるような型を作られてるなというような、はい、あ、やっぱりでもあと革質が可愛いですね。素晴らしいです。さすが、まあ、僕も充填レーザー1個持ってるんですけど、ちょっと大事に、はいはい、ありがとうございます。育ててあげてください。ありがとうございます。95年生まれの日渡りです。お願いします。タメタメ25歳の私そうです。あ、僕もそう。おお、タメ多くねえか。ちょっと25歳多いな。タメ多すぎん。ちょっと気になったメーカーなんですよ、僕これ。アントラーっていうメーカーで初めて生で出してもらった。本当ですか？はい、プロを出してもらって。おお、オーダーグローブ。はい。ちなみにおいくらぐらいですか？なんか5万ぐらいです。あげえ。いや、まあでもしっかりしたグローブで刺繍も好きなの入れてくれて。ピッチャー用ですか？いや、これは内野手用で、ちょっと大きめにが好きなんで、はいはいはい、大きめに作ってもらって。なんかウェブがピッチャー用かなっていう。あ、そうなんですよ。内野手っぽくない感じで、はい、最近でもありますからね、なんかバスケットよく使ったりとかっていう、はい、うん、そうですね。はめさせて、はい、すいません、ありがとうございます。中が補給面がオレンジで、背面がやっぱ黄色よりグローブで、もうこれだいぶ重心下めですよ。そうですね。もう正直言うとこれピッチャーでめちゃくちゃ使いやすそうだなって方は、まあ、しっかりとこうやって握る行為ができるのかなっていうグローブで。グローブですよ。で、はい、顔質も結構いいですね。はい、しっとりしてて、はい、なかなかちょっと気になっててもいいかなので。ありがとうございます。はい、すいません。はい、それでは最後なんですけど、お願いします。翔平 TV さんと同い年試してこれもうアントラーっていうグローブなんですけど、ラベルちょっと違う。あ、そうなんですよ。1個グレード上なんですよ、前の方。結構これこだわってて、これめちゃくちゃちっちゃいじゃないですか、はい、ピッチャー用なんですけど、これ15ミリ短くしてもらって。15ミリ。15ミリ、普通の内野手よりちっちゃいかなって。セカンド用そんぐらいですね。
縦閉じで。あ、そうです。僕土手崩れるのが嫌なんで。あ、どうぞどうぞ。すみません、すみません。公式用ですか？あ、公式用です。あの、僕ちょっと独立で野球やらせていただいた時にちょっと作ったグローブなんですけど。ちなみに何というとこですか？徳島のチームです。インディゴソックス。そうです。マジですか、はい、いつぐらいまでやってました？いや、でももう引退して 4,5 年経つのかな。4年、5年ぐらいなんで。結構、いや、量すげー。大丈夫ですか？あ、全然大丈夫です。ありがとうございます、はい、失礼します。あ、硬い。硬い。その時に作ったのにもかかわらず、いや、ちゃんと状態がそのまんまになってるっていうようなケアがしっかりされてるっていうグローブなので、はい、で、僕の好きな王冠スタイルでこれも実はなくてやってもらったんです、はい、ああ、じゃあ型番にないグローブ、ね、ないです、はい、本当に15ミリ短くして王冠もしてもらって。そうです、もうすごい無理いっちゃって。すげえ、はい、で、僕が気になってるのがウェブに刺繍が入ってるっていう、はい、これ実は茨城の県のマークなんですけど、へえー、あ、そうなんですね。で、僕が徳島にいる時に鳴門市ってとこに住んでて、はいはいはい、鳴門市がこの逆のマークなんです。あ、全く一緒で、それが上下反対なの。へえー、でウェブに入ってる人ってやっぱりなかなか見たことないんですよ。あ、刺繍が、はいはい、なんですごい珍しいなと思ってで、手のひらに2段刺繍が。本気ですれば何でも面白いっていう、もう格言みたいな感じなんで。はい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 。いや、かっこいい。そんなこと言えるようになりてまた親指の刺繍があって。あ、そうですね、ちょっといろいろ頑張っちゃいました。結構こだわりが詰まってるありがとうございます、はい、こちらこそありがとうございます、今回練習に参加していただいた人のグローブを紹介しました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で現代モデル軟式内野手用をプレゼント。熱いコメントをしてください。8000人達成次第抽選開始、たくさんのご応募をお待ちしております。そして翔平 TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があればぜひともコメントをよろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。